もうちょっと耐えてもらっていいですか。私らが帰るから令和新選組で帰れます。政権交代の政治文化が定着していないのは日本だけです。選挙があれば民主主義なのではありません。民主主義の目的は政治が常に国民の手の中にあるということです。議員の皆さんに呼びかけます。戦う野党を復活させ、苦しんでいる国民の生活と命を救おうではありませんか。戦う野党の復活、それ以外に政治の暴走、国家の衰退を止める手段はありません。恥ずかしい国だと思う。もっとみんな声上げて怒った方がいい。こんなね、地獄みたいな社会になんで声を上げないのかなって不思議でしょうがない。約5000万票っていう死に票が今のこの腐った政治を支えてるんですよ。有権者の5分の2が投票した与党勢力が3分の2の議会占めている。消費税上げるだけじゃない、憲法を変えていくんです。それは止めなきゃいけない。命がけで今ここに立っています。この国を変えれるのは私たち一人一人、一人一人の力がないと変えれないっていうことにもしっかりと気づいていただきたい。多様性はパワーだ。民主党政権の時は7000万人が投票所に行って3900万人が政権交代を支持した。やっぱり山本総理を誕生させないとダメなんですよ。無理だなんて思わないでくださいよ。過去に例がありますからね。大衆4議席で始まった党が30議席になって総理になったという日本新党という党、今状況に似てるんですよ。消費税が社会保障財源に使われているってことを高市早苗さん強弁しましたよね。増税されると同時に法人税が下げられてきた。結局法人税の下げられたその税金の穴埋めに使われてきたというのは明らかですよね。ところが公共の電波でデマを流さないと高市早苗さん言った。デマを流してるのはどっちなんですか。総理、私こういう詐欺師みたいなやり方やめた方がいいと思うんです。カルト集団によるテロ行為みたいな状況、勘弁してくれよって話ですよ。日本の安定雇用をぶっ壊し、株主市場主義へと転換させたのが自民党。30年かけて日本を衰退させた戦犯です。